あれを見てください。ん？お前ネット引く？財布と相談中。あの人にはライトです。ライト？次はあれを見てください。ネット便利よ。でもお金がね。あの人にも。まさかライト？はい、ネットがお手頃なら始めたいっていう人に月々2940円からのフレッツ光ライト。ってことはあの人にもライト。あの人にもライトじゃん。お手頃料金で始めるインターネットプランはフレッツ光ライト。イチローさんすごい。プロでライトやってるんだ。ダジャレだ。すごい。いいですか？はい。フレッツならお家だけじゃなく、このマークのあるフレッツスポットでも光 Wi-Fi が使えるんです。 Wi-Fi で、それ以外の場所は？必要な時に 3G 回線が使えるフレッツお出かけパックがあります。お出かけカップね。お出かけシップ。お出かけチャップ。うわ、でかい。お出かけバッグ。そりゃ普通だろ。どこでも使えてお手頃価格、フレッツお出かけパック。お出かたパッド。2年割入れば月々の料金が安くなります。さらにメンバーズクラブに入れば月々の支払いが毎年お得になって、5年後にはこんなに。今すぐ申し込もう。2年割よし、今すぐ申し込もう。2年割どんどんお得に、フレッツ光。光の停止ナンバー9の水野ゆいです。カメラマンさんがすごく面白くって、やっててすごく楽しかったです。今日は天使の服装になったのですごく嬉しかったです。お腹すいた。光の天使ナンバー10の菊池萌です。すごく楽しかったです。これからも萌らしく個性を出して頑張っていくので、よろしくお願いします。光の天使ナンバー9のゆいです。ゆいの趣味はダンスです。お姉ちゃんたちと比べたらすごくちっちゃいんですけど、ダンスだったら誰にも負けません。ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイト、ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイト。こんな感じです。最近の悩みは、毎日空を飛んでいると日焼けをしちゃわないかなってすごく心配です。日焼けした天使ってあんまりいないですよね。こんなゆいを応援よろしくお願いします。バイバイ。光の天使ナンバー10のモアです。モアはマイペースなので、気長にのんびりと一人前の天使目指して頑張ります。マイペースすぎて他の子たちより成長がのんびりかもしれないけど、皆さん生ぬるい目で見守ってくれると嬉しいです。最近の悩みは、友達と一緒に空を飛んでるといつの間にかはぐれちゃうことかな。そんなことじゃ光の天使として務まらないですよね。趣味はスポーツ。意外と運動神経がいいです。これからも頑張るぞ。おー、バイバーイ。